前回は、大変申し訳ありませんでした。私たち、撮影前に喧嘩しちゃって。あの時の気持ち。あなたね、わからんでしょうね。あ、この、この、霊夢、後で殴ってやるから黙って。殴るなら黙らないよ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。ふう、言えた。後で新しく仕入れたピストルの試し撃ちの的にするか。茶番が長くてごめんなさい。それでは本編始まるよ。今回は、ここを直下掘りしてブランチマイニングするよ。え、直下掘り、ヨウム、本気なのか。もちろん本気だよ。だって私、マグマダイブなんてしないから。心配でしかないよ。やめた方がいいと思うぞ。だが断る。準備が終わったから行きますよ。しっかりはしご持ってきたんだな。でも、それだけで足りるの。足りなかったら作ればいいんだよ。今のうちに、前回の動画に来た、コメント、ニコ動&YouTube、に返信していくよ。まずはニコ動から行くよ。このそっぽ向きと距離感、じわじわ来るな。だって、喧嘩した後だったもんね。よくわかったね。みんなこっち向け、わら。だから、喧嘩した後だったんだもん。マリサ怖い、わら。誰が怖いだって。ウポツ。ウポツコメ、ありがとうございます。完成した絵を見ているところで、なんか板チョコ食いたくなってきた。俺も。どれが板チョコだって。字幕邪魔。おいウプ主。キャラ素材反転もしない消す。だからおいウプ主。次は YouTube 行ってみよう。字幕は下の方がいいかな。ウプ主が他の人のを見て今回から参考にしているみたいだよ。正直ゆっくりの方が面白い。これぞ私たちの力。見たかウプ主。ということで、コメントありがとうだぜ。全部は紹介しきれなかったので抜粋させてもらいました。毎回コメント返しをやっていこうと思うので、コメントよろしくお願いします。それじゃあ、何か出るまでカットするよ。3分後。なんか溶岩の音がするよ。嫌な予感だな。て、マリサの今の声の方が驚きだよ。そんなことより赤石だぞ。マグマダイブでもするかと思ったがな。そんなわけないよ。それより、回路の作り方とか、わからないけど二人はわかるの。わからないよ。まあ、赤石は地図に使ったりするからいいか。鉄もあったよ。鉄は重要だからね。回収回収。な、なんなの今の。空洞音だよきっと。びっくりしたー。その後、かまどを作って、鉄を精錬したよ。そして鉄のピッケルを作って、ようやく赤石を取っていくよ。1スタックと19個集まったね。こんなに取れたのか。結構いい収穫だね。もう少し下まで掘ってみるよ。2倍速で行くよ。ってあれ、これって岩盤。そうだね、わら。わらわら。最下層に来ちゃった、わら。ほら、マグマダイブしなかったでしょ。そうだね、今回はね、つっまんないの。うるさいよ。とりあえず、石炭集めは倍速な。まあまあ集まったな。そう思えば倍速にした時のあの採掘音、結構いいよな。う
あの音好き。私も好きだよ。数分後、高さ10まで戻ってきたから、直線型ブランチマイニングしていくよ。赤石だー。え、何これ？なんだろう。でも当たりっぽい見た目だよね。掘って確かめてみるか。そうだね、そうするよ。でもその前に松明。うおー、綺麗だー。何か気になるな。よし、取るよ。うおー、これはまさかエメラルドだー。まさかこんなレア鉱石がこんなすぐ出てくるなんてびっくりだよ。この先は2倍速だよ。霊夢、なんかやって。なんか。じゃあ、突然始まる霊夢からみんなへの質問コーナー。さて質問です。私たちトープ主は静岡県に住んでいるので、一番美味しいハンバーグ店はと言われれば、県民揃って、爽やか、か、びっくりドンキー。と言うと思いますが、皆さんおすすめのハンバーグ店はどこですか？ぜひコメントを書いて教えてください。知ってどうするかって？さあ、どうするんでしょうねー。霊夢、もうそのコーナーはいいや。ヨウム、なんかないの？じゃあ、ヨウムの歌ってみようのコーナー。今回は、こちら。心躍る、心弾む、炭焼きレストラン爽やか、創業価格フェア開催。そう、爽やかのあの CM の歌を歌うよ。それではミュージックスタート。乾杯、みんなの気持ちが心躍る、乾杯、乾杯、ひとつに炭焼きレストランなる爽やか、創業価格フェア開催。どうだった？まあまあいいんじゃない。そうだな、うん。なんでこんなに冷たいの？のー、マリサ、なんだ、ヨウムが壊れた。知ってる。だってひどいんだもん。ま、そんなことはいいとして。は？次の創業価格フェアやるのって、いつなんだ？知らないのー。今年、2015年1月から、牛肉価格の高騰に伴い、ついに値上げして、フェアも創業価格ではやれなくなってしまったために、創業価格フェアは廃止となって、代わりにげんこつおにぎりフェアで再スタートしたんですよ。そんなもうあの値段じゃないのか。でもまた食べ行こうね。そうだな、爽やかはいつでも込み込みだから時間気をつけないとな。マリサ、こないだ関町の間中お腹鳴ってたもんね。それはダメだって。みんなも気をつけような。ところで、最近はどっか行ったっけ？コーラン系に行ったじゃん。お、そうだったな。すごく綺麗だったね。こんな感じ。いやー、綺麗だったね。また行こうな。うんうん。そろそろあれだね。そうだな。ウプ主にお願いされた尺稼ぎのネタ、もう尽きたんだが。てかそもそも、ここまでブラウザバックせずに、見てる人なんているのか？いるはずだよ、きっと。きっと。うん、きっとに、3人ぐらいは。ねえ。まあ、そう信じるとするか。ちょ、まずいよこれ。塞がなきゃ。って、したー。なんとか助かった。ライブではないがフラグ回収するとこだったな。ま、
まあ生きてるから問題ないよ。で、松明無事なの？松明に負ける溶岩、とか、怖くなくね。ってことで、周囲を掘って、こんなところにたどり着いたぜ。この水はちょうど隣に流れてたものだぜ。とりあえず何もなかったから、ブランチマイニングはここまでにするか。今回だけでまあまあ掘ったね。収穫もあったしね。今回は拠点に戻って終わりにするよ。地上までノーカットでどうぞ。はい、到着。今回の収穫はこんな感じだよ。ということで、今回はこれで終わりだよ。まだまだ改善できるところはあると思うので、ご指摘コメもお待ちしてるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。